アメリカのオバマ大統領が呼びかけた核セキュリティサミットがワシントンで始まりました。核セキュリティサミットは鳩山総理をはじめ参加各国の首脳が出席するワーキングディナーで先ほど開幕しました。核によるテロへの対策を中心に協議されます。鳩山総理の席はオバマ大統領の隣で、非公式に何を話すのか注目されます。これに先立って鳩山総理は中国の江主席とおよそ半年ぶりに会談し、冷凍餃子事件で事件の全容解明と食の安全の徹底を求めました。また東シナ海のガス田開発問題で早期に交渉を始めるため、江主席自ら関係部局に指示を出してほしいと要請しました。しかし江主席は引き続き環境づくりを行っていくことを希望しているとして、進展は見られませんでした。